けまして、自分の手前に覚えててください。ロープを腕にかけます。手前に入ります。で、これをひっくり返すんですよ。そしてほら、ここが結べないでしょ。ところがですね、皆さんを喜ばせたいというこの心、やりますよ。今度はコブを作ってご覧に入れます。同じことをやります。手前に入れます。奥へ行きます。ひっくり返します。はい、コブができました。このようにですね、手品というのは同じことをやってできないことをできるように可能にする。それは子どもたちが今はできないけど絶対にできるからね、将来を子どもたちに希望を持たせてあげるのが手品だと思うのです。斉藤先生もいつもおっしゃいます。大人になって始めることもとても大事だけれど、子どもの頃に覚えたものは忘れない。で、次なんです。真似しないでください。これだけは。自殺ダメダメロープというものです。こうやってやりますね。こうやるでしょ。ね、大丈夫でしょ皆さん。自殺だけはしないでくださいね。はい、ご両親も悲しみますし、お子さんたちも悲しみます。こういうことをいろいろと私はやっております。もうまだまだ、ロープ手品はあるんですが、あまりたくさんやるとですね、時間が足りなくなっちゃう。で、次のに移りたいと思います。これですね。ね、皆さんもこの記事が出たとき、すごくびっくりしましたよね。あら、サバサバだね。ね、誰だかよくご存知でしょ。市原悦子さんね、亡くなりましたよね。随分で前の話ですけどね。前の新聞持ってきてごめんなさいね。昨日の新聞が間に合わなかったのです。はい、じゃあこの新聞、思うんですけどね、子供たちってね、何を教えても楽しいんです。もうね、初めにね、間違えてばっかりいるんです。これがまた楽しいのです。自分で間違えて自分でゲラゲラ笑っておりますからね。大人はそうはいかないでしょね。間違えたら四角四面な顔になるでしょね。子供たちはそれがあります。ですから私は子供を教えるのは楽しいと思います。そして斉藤先生が言うんです。子供の頃に手品に出会ってそういったことをやってると楽しくて楽しくて、大人に、ね、なって急に出会うよりもずっといいかなって言ってなかったんです。そこで私ね、子供の仕事を今してるんだ、そうだ、斉藤先生の夢叶えてあげたいなと思ったんです。それでデンデンにね、行った時に男の子たちが何にも得意技を持ってないんですね。鼻チンするぐらいしかですね、それぐらいしかないから、じゃあ男の子たちに教えてあげようと思って始めたのが、子供たちのアジトです。でですね、いっぱいいっぱい破りました。でね、皆さんに協力してほしいんです。これから掛け声、声出ない方手を挙げてください。合いませんね。じゃあよろしくお願いしますよ。ワン、ツー、スリーと大きく声をかけてくださいよ。お願いします。はい、どうぞ。ワン、ツー、スリー。それでですね、私今日ね、
こうやって西公民館祭りに来てくださった皆さんにプレゼントがあります。ただ一人にだけプレゼントしたいんです。で、もう一度ワン、ツー、スリーと一番大きな声だった方に差し上げたいと思います。いきますよ、3、はい、ワン、ツー、スリー。あら、誰が一番大きかったですか？悪と思わん人、あ、二人いるからやめましょう。ドケチだね。はい、ですね、子供たちね、これが一番ね、不得意なところなんです。水があります。この水ね。はたのの水って美味しいんですよね。さっきからしゃべくってもらったからね。喉乾きました。同じように、またまた新聞です。皆さんにこれからもカラフルでありますように。